て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。キャンプ教室の引率の先生が可愛かったっていう動画。また欲求不満かお前は。今回キャンプ会なのは分かってましたけど、まさかまた先生が登場してタイヤに依頼をするとは思ってませんでしたね。でも大事なお一個を喜ばせるためとはいえ、花火セットをわざわざ山奥まで届けるって、なんかちょっともったいないというか最初から持たせておけば。お一個も同じようなことを言ってましたね。ですが大人は子供の笑顔が大好きなんだというタイヤの正論で納得しちゃいましたけど。一方30分前のガッチャードでは、子供からぬいぐるみを無理やり奪って泣かせた挙句、ケミーじゃないとわかると暴言吐いて捨ててる汚い大人がいたから余計に差が。そんなキャンプ教室を楽しむみんなの前にサンシーターたちがやってきて、ブンブンジャーが来ないであろう山奥でラーソリンを集めに来ました。ブンブンジャーに邪魔されないところで作業するのは確かに賢いぜ。今回のテントグルマー、ソロキャンを強制させて、テントの中に閉じ込めて動けなくすることでラーソリンを集めてましたね。そんなことでギャーソリン出る？って思ったけど、夏だし蒸し暑くて動けないから意外ときついのかもしれないな。蒸し暑いといえば、サキトの長袖もめっちゃ暑そうですし、タイヤの革ジャンとか、現場の重そうな衣装とかも夏に不向きですよね。てか、ブンブンジャーの中で半袖着てるの上だけなんだよな。ミラは生足出してるから涼しいかもしれないけど。サキト、このクソ暑いのにあの格好で食うものがもうこタンメンのカップ麺って、熱中症にならないんでしょうかね？キャンプをするときは虫に気をつけつつも涼しい格好で熱中症に気をつけような。カップ麺ができるのを待っていたサキトでしたが、助けを呼ぶ子供の声を聞きつけて、すぐ駆けつけて助けに入るの、善人というかヒーローですよね。ダチを守るために戦うって言っておきながら、普通に走りやんと戦ってるよな。遅れてやってきたタイヤと子供をかばって、自分がテントの餌食になってますもんね。助けに入ったギュンディも結局テントに捕まって、何しに来たんだこいつ感が出てたぜ。お一個だけでも街へ逃がそうと車に戻ったタイヤでしたが、なぜかサンシーターたちが写真撮影に車を使っており、歩いて山越えすることを決めました。あいつらマジでなんで写真撮ってたんだろうな。一方他のブンブンジャーのメンバーは、119にふさわしい新たなブンブンカーを開発しており、ジョーは自分も110にパワーアップしたいと提案していました。まあ警察だから110だよな。シャーシロに自分が007になるのが先だと流されてたけど、割としつこくブンブンに110は？って聞いてたな。そんな中タイヤから連絡が入り、山に走りやんが現れたとのことでメンバーが出動。もうすぐ完成するブンブンレオレスキューカーをタイヤに届けに行きます。サンシーターたちはテントグルマーに任せてくつろいでたけど、キャノンボーグがブンレットを探せと命令してきたんだぜ。そこでブンレットをおびき出すために、わざわざテントに捕まった子供たちを街に運んで、出てこないとこの子たちがひどい目に遭いますよと脅してるんですよね。これ、タイヤがこっちの街の方に向かって移動してたから発見できてたけど、反対方向に移動してたら絶対気づけないだろ。子供たちを助けるため、タイヤは自ら姿を現し、自力で脱出した先とともにテントグルマーに立ち向かいます。っていうか、最初の目的はブンブンジャーの邪魔が入らない山奥でギャーソリンを集めることだったんだから、そのままタイヤは放置して、山の中でギャーソリンの回収に勤しめばよかったのでは？まあそうするとフルメンバーで山に入られて結局負けちゃうので、人数が揃ってないうちに潰しておきたかったんでしょう。とはいえ今のブンレットにはズンズン消火ブラスターがあるし、ブンレット119にパワーアップして1対1でも有利に戦えてたぜ。やってることは水鉄砲なのに、すごい強そうなんですよね。拙者でも火力というか水力があって敵を吹っ飛ばしていましたし。あと、肩の消火器から消火剤放出するとき、足のホイールで踏ん張りを効かせるところいいよな。必殺技の赤い水流放射でテントグルマーを倒した後は、いつも通り巨大化した上に、ねじれったたちも巨大化しました。しかもキャンプファイヤーで子供たちを火炙りにしてたよな。今までと違って割とガチで殺しに来てないか？そこへシャーシロたちが到着、完成したブンブンレオレスキューを届けると、そのまま出動させました。
レスキューに乗り込むとき、棒を伝って降りてくるところが消防士っぽかったぜ。実は最近の消防士はあれ使ってないらしいですが、それはそれとして消防車だけあって火災に対応でき、放水で火を消しながら救助に向かいました。コクピットブロックを分離してはしごに乗せて、高いところでも乗り込むことができるのは便利だな。おかげで救助も無事完了し、そのままアニマルモードに変形して敵へ向かっていきました。獅子粉塵の動きを見せてたな。なんか空も欠けて敵に飛びかかってたし。他のブンブンカーをアタックモードに変形させて、自身の強化パーツとして装着もできるんですよね。組み合わせのバリエーションがかなり多そうです。強化されたレオで敵を倒し、キャンプ教室も無事に再開され、甥っ子の笑顔の写真が見られた先生は届けるつもりが届けられたと喜んでたぜ。このちょっと前に、サキトがやっぱ子供には悲鳴より笑顔が似合うって言っていて、自分が子供の時は悲鳴を上げてた彼だからこその重さが伝わってきましたね。さて、来週はなんかスーパー戦隊でたまにある野球界らしいな。古くはチェンジマンなどでもやってましたが、大レンジャーやキューレンジャーでもカオスな野球界をやってましたね。ブンブンジャーもカオス界になりそうだな。調べさんがグラサンかけて監督ずらしてたし。一応ブンブンジャーロボ119の初合体会に野球をぶつけてくるのは、正直カオスですよね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XQTwitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。